今のうちに何か質問とかあります？じゃですね、あ。私が耳右心のものだと考えて、そうすると過去行ってきた、間違った仏教っていうものがあって、まあ先祖も含めてそうだと思うんですけど、で過去に自分のこう仕事であっても、いろんなこう非日あの日常の起こったことですね、過去の。そして今耳右心で、耳右心としての未来ってことを考える部分と、五樹会を受けて法華経の行者になった今私は、過去も仏の行者としての過去に全て変わるっていうことなんですかね。そうなんですね。それがこの因果くじっていうこの不思議の一方なんですよ。じゃあ過去も今も未来も全て変わっちゃうってことですね。そうなんです。じゃあお陶磨供養して先祖供養すると、その先祖も法華経の行者になるって考えていいんですかね。じゃなきゃ、だって成仏ってことはそういうこととも言えるからね。はい、じだかゃあら、過去の先祖の行ってきたことも法華経の行者としての過去に全て変わっちゃうってことですそう言い方すればそういうことなんです。か。ああ、それこがこれ、の妙法蓮華経のこの絶大なる、まあ不可思議でもあり絶大なる力っていうかね。まあ今日やるところにもそこが出てくるかもしれないけどね、間に合えば。